阪神1系電車、阪神1系電車、阪神1型電車は、阪神電気鉄道が1905年に、現在の阪神本線にあたる出入橋駅、大阪三宮駅、神戸間を開業した際に投入した鉄道車両である。1905年の開業時に20両、同年秋まで20両がまず登場し、その後1908年にかけて20両が築地、収益して、 合計50両が製造された。阪神本線は建設前に、技師町の三崎昭蔵が、アメリカの郊外電車、インターアーバンをはじめ車両メーカーや発電所などを視察して、現地でもまだ洋蘭機であった、インターアーバンに関わる情報を収集。機関 1435mm、阪神間に最低30箇所の駅を設けて、大型のボギー車を、 所要60分前後で走らせるという、当時日本でも走り始めていた路面電車をはるかに凌駕する高速電車とて計画された。しかし、東海道本線と並走するために、施設鉄道法による電気鉄道としては認可されず、軌道条例に準じた軌道線扱いで認可されたため、会社側から全区間道路上に軌道を付設ということはなく、 大阪市と神戸市という関西の2大都市間を結ぶ路線として成り立つような放棄運用を行ってもらえる要関係省庁と接触を重ねた結果監督官庁の内務省からは完全なる平洋軌道ではなく路線の一部分が道路を走っていればそれでいいと拡大解釈されたことから平用軌道区間は神戸市内と三影駅周辺のみとして当初の計画通り後期高速の インターアーバンとして建設されることとなり、車両も、その計画に対応した当時としては、大型ボギー車を投入することとなり、1型が製造された。1は、アメリカのジョン・ステフェンソン車で、2以降が、日本車両製造で製造された。1は輸入国車製造で、組み立て、1をサンプルに2から50が製造されたと、推定されている。そのため、一と二から五十では、 ステップの形など細部が微妙に異なっている。全長約13.5メートル、車体幅は約2.2メートルの当時としては、大型の車体に、側面窓配置は、V13V、V、ベスティビュール、数字、窓数、運転台はデッキに設けられて、側面ドアなしの吹きさらしだった。当時としては長距離を走ることから、吹きさらしのオープンデッキ構造であった。 それまでの路面電車とは異なり、3枚窓構成の妻窓を備えた妻板が運転台の前面に設置され、正面右側の窓に行き先方向幕が設けられた。座席はロングシートであったがビロード張りであり、サービス面で大きな差をつけたほか、車内照明も白熱電球でこれも石油ランプの従来の鉄道車両に比べると明るい車内を提供した。 塗色は現在の5 0 0 1型などのジェットカーの塗色に似た濃い青色で客室ドアや窓枠などはニス塗りであった。前述のように大型車体を採用し、また高速運転を可能とする目的で日本の電車としては初めてボギー台車を採用した。台車及び伝送品は以下のように1と2から50で異なっている。全車ともに平軌道区間があったことから 前面には、網状の廃焼器が取り付けられたほか、終電装置も大阪、神戸市内に埋設関電色対策として機関線を、線路ではなく、河川とした、副河川区が存在したことから、トロリーポールを前後に二組ずつ搭載する。大阪出入京神戸三宮間が開業した、当時、申請したダイヤは、全区間8マイル、H の2時間であったが、 実際の道区間の運転速度はそれを大きく上回る25マイル、H の90分で走行し、運転間隔は12分間隔であった。このダイヤでは、起動法に基づく電車の最高速度を大幅に超過した運転であったが、当時の電車にはスピードメーターがなかったほか、運転手が持つダイヤに暗号を施したりして、速度超過が容易にわからなかった。関鉄の関係者が阪神に乗って、 速度超過の疑いありと監督官庁である内務省に通報し、内務省からも何度にもわたる指摘を受けたが、罰則を伴わないものだったために違反を改めようとはせず、開業1ヶ月後には80分に短縮、同年9月には1型を10両増備して72分と、さらに所要間を短縮し、運転間隔も9分にしただけでなく、翌1906年の梅田駅延長に際しては、 所要時間、運転間隔もそのままだったことから実質的なスピードアップを達成した。これにより、阪神間における東海道本線は大打撃を受けたとされる。その後も1型は1907年3月に7両、1908年3月に3両、10月に0両を順次投入して50両全車が勢ぞろいした。この頃になると多客時の臨時電車も運転していた。 ことから、予備車も含めると50両は必要であった。1910年8月には、所要時間を63分に短縮。翌1911年11月には、神戸市内の終点を市内中心部に近く、神戸市電との接続に便利な、滝道まで延長。1型だけでは、車両数が不足することから1912年には51型が製造された。また、 1911年には1の台車及び、伝送品を2以降と同じものに換装し、年出された台車及び伝送品は、無害電動化車101、後の111号に取り付けられた。その後、1913年に内務省に対して、連結運転の実施を申請したことから、1915年に3.2941から46.4849の重量を、 阪神発の総括制御車に改造、台車をブリル 27MCB1、モーターを GE-200C4 個に換装した。ただ、間接制御車と直接制御車と車号が混じっていたことから、1922年1月に3と47、29と50の番号振り替えを行い、総括制御車は41から50に揃えられた。 このグループは1920年以降に301系各形式が登場した後は、社内では9マルチプル車と呼ばれるようになり、1923年には、車体を331型と同様のものに、更新出て291型に形式変更された。残った直接制御車は301系各形式が増備されるに及んで、1921年以降順次、 廃車された。1921年に31から37の7両が、京都電灯、後の京福電気鉄道へ譲渡され、同社の嵐山線などで使用された。1922年には1.2が廃車されて機器が112.113号、無害電動貨車へ流用され、また1923年5月には3が廃車されて、同じく機器が69号三水車に転用された。 残った30両は、関東大震災で被災を受けた東京市電に、譲渡され、2500系2501から2530となったが、それまでの国史によって車体が、老朽化していたことと当時の東京市電では、大型すぎたことか譲渡後わずか1年で廃車となり、当時の東京市電機局長、長尾半平の責任問題にまで発展したことから、判平電車とのあだ名を授けられた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。